それでライブとかね、出たいんですけどね、いつもね いつもなんかダメダメなんだよね。それが悔しくて。何時からショールーム始めてるっけ？筋肉つける。ゴツゴツなるのやだな やっぱアイドルってね。納豆食べまくる。53分ありがとう。冬はしょうがない。今日今つリアタイする予定。ありがとう。ラジオね、私のね、お友達もね、聞いてくれてるの。したら7キロ太ってた。嘘。全然わかんない。全然わかんなかったよ。7キロってでも結構じゃない？保湿ね。シュートありがとう。ありがとう、おしろたま ありがとう、めっちゃ嬉しい。さんも仙台もありがとう。2020年もあいみんだけありがとう。嬉しい、あいみんだけ。オンリー、オンリーオン。じゃあこそありがとうね。なんか楽しんでくれてるの見えてめっちゃ嬉しかったよ。マジやばい、太りすぎ。そんな分かんない、やっぱ分かんない、自分にしか分かんないもの。いいな。なんか太っても、太ったらさ、すぐ顔に行く。はい、オンリーです。ありがとう。この猫ちゃん、にゃんにゃん、かわいい。猫ちゃん好きよね。アルバムで内容聞いて、車の中であなたのセリフで爆破気してます。ちょ待ってけど。
音源の邪魔っちゃけど邪魔っちゃけど邪魔っちゃけどね、最初ね言えるかなってめっちゃ不安だったんだよね。初めて邪魔っちゃけど聞いたら、アルバムが続きました。すごいちょっと待って、喋り方がさおかしすぎて、ちょっと待って自分で笑っちゃいそう。ありがとう。声小さいのって言われた、なんかすいませんって言ってしまったなんかすいません。今回のツアーでね、いろいろね学ぶこともあったし勉強になった。お仕事中もヤッホー、シュートありがとう、マジたくさん、あなんかもうねごめんなさいね、ほんと咳が出ちゃうのでごめんなさい、ほんとに。大丈夫です。ちょっと一旦黙ります。大丈夫、靴してる、お揃い。元気ですか？元気だよ。赤だけ見て泣いてる。えんえん。肉食さんは美味しいよね。星ありがとう、シュートありがとう。ついてアイミーの写真出なかった、なんでだおこ、
ホールズ、ホールズってなんだ、咳が出なくなるやつ。ラーの神意味が分からなさすぎるでしょ、ラーの神キリンのドアメ、つらいね咳って。今日佐川キューピンさんが幸せ届けてくれたわ、ありがとう。今日フラゲリー、ウサギ日です。明日デビュー日。そういったアルバム1枚だけ開封したら、あゆみの生写真出た。おーすごい、嬉しい、やった。大切にしてね。トワレコ巡り、ありがとう。すごいね、今ねなんか喉があれでちょっとめっちゃテンション低く見るんですけど、心の中でははしゃいでるのでごめんね。悔しいね。こんなだとの紅茶、紅茶治るの。姉さん、あゆみちゃん近くで最高だったけど、ありがとう。しゃいでるんですけどね、悔しいです。昨日より良くなってるかな、だといいな。なんかうなりみたいなやっちゃうからさ。やだやだやだ、
丈夫ですかな、心配させちゃってるね。世界一めっちゃ美味しい。それはに投げられた。体調ね、すごいピークな時と比べたらだいぶ治ったんだけど、なんかさ、寝るのが一番か、寝ずに治す方法はないかな。またここから怒涛の1週間。じゃあ寝ちゃうからね。安心して寝なさい。ありがとうね。でもいっぱい寝てさ、確かに寝るのすごい幸せだけどさ、めっちゃ寝てなんか起きて、うわいっぱい寝て幸せってなるけど、待てよってやらないといけないこといっぱいあったってなるとちゃんと起きてやればよかったみたいな。
も好き、ありがとう。わかる、同じ状況、それになってる。しんどみ。こちらこそありがとね。アンケートとか全然やったよ。アンケートね、締め切り近くなるとね、汗汗ってなる。結構ギリギリタイプ。やだ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 、どんぶりマンチョコありがとう、くまちゃんありがとう。ってことはなんか面白いね。お腹が空いた。起きて、あゆみおはよう。今日ね、なんかね、お昼なんか食べた、なんだっけ、タコありがとう、ハートありがとう。 CD の宅配で起こされたフラゲリ、イエイ、ラギリです。ちょっとなんかお腹がお腹が鳴るね。今日ちょいちょん出ないの、なんで。私は出ませんよ。クマプありがとう。
デビューミニアルバム届いたよ、めっちゃ CD 届いた、もうみんなありがとう、嬉しいよ。対面もね、てかお話し会最近やってないもんね、全く。まあ、ショールームとかはさ、なんかまあコメントでこうやって話したりするけど、違うよね、やっぱ1対1。おお、箱段ボールが5個届いたの、まだ来るらしい。えっ、やばみ、あゆみちゃん、もっと早くお話ししたい、あゆみもしたいよ。いつだっけ一番近いお話し会、秘密の会話それ語弊がある。久しぶりにショールーム見て嬉しいね。え、久々に来てくれてありがとう。ちょっとでもなんかすごいね、のクマちゃんがたくさん、ありがとう、ウケる、なにこれって、すごい、なにこれ、宝、ハニカミナコありがとう、ナナコありがとう、すごい、船、宝物を積んだ船、なんこれ、死ぬ、ありがとう、めっちゃ嬉しい。少しを取れたかな、なんかすごい目だけしかあれだったけど映ってなかったけど、すごかった、すごい、宝船、宝船、私になると思ってましたら、とんでもなかったやとんでもなかったね、宝船、すごい異世界だったね、ありがとう、嬉しい、本当にありがとう。こんな、こんなね、タワーをね、私にありがとう。ギフトがやっぱなんかすごい、結構ショールームさんってギフトなんか結構な頻度で変わってるよね。なんかそういう、こういうギフト、何、次はこう追加しませんかとか考えるお仕事とか楽しそうだね。ギフト開発者絶対センスないのよね。年末が忙しくてショールーム来れなかったから寂しかったよ、あゆみ、あゆみも寂しかったよ。でもあゆみもね、あんまショールームねできてなかったからね、一緒アニありがとう、タコちゃんありがとう。
年末にツアーでマジで充実してた。それな、一緒だね。IQ さん、なんか三が日終わってすぐね、ツアーもあったし盛りだくさんだったよね。ツアーなので今寂しく感じてるわ。嬉しい、作戦大成功です。はにかみなんか羽田で、はにかみ歩みを見れて幸せでした。歩みのフォントがそう、はにかみショートをねできて幸せだった。2ヶ月在宅オタク、2月までこもってこもってあのパワーを貯めといて。これで絶対だってだってときめきラビー、うお値段すぎ近くにいた、昔からのあゆみのお宅にあゆみの応援してくれてありがとうねって言われた。誰、なんていう人だろう。めちゃめちゃあれじゃん、なんか家族目線みたいな親目線八王子まだ着きません、遠い、ありがとう八王子まで行ってくれて写真載っけてみるそいつみんな巡って行ってくれてありがとうね。私も巡りたい、全店舗巡りたいよね。ありがみなんか待って、2本目ありがとう。お城、お城さん、お知らありがとう。キラキラ眩しいお城さん、すごいここがにぎやかですね。新しいもの投げてみたい、ありがとう。いろんなねギフトをねこうやって見ることができて幸せ。ギフトってどこから見れるんだ。な、わらふく。猫ちゃん。くまちゃん、コーヒー、これ
仕事終わってやっと音聞きた。さあお疲れ様、最高すぎてよ。ありがとう。お疲れ、お仕事。お疲れ様。頑張ったね。お店に CD 置いてあるとデビューって感じする。うん、めっちゃする。嬉しいよね、お店にある、はあ、自分たちの楽曲がお店に。本当に嬉しいです。マジで見に行きたい、行きたい。だるまのか、だるまさん。早く CD ショップ巡りに行きたい。それな。服。なのかな、いつからなんだろうね。デビューしたらいろいろ解禁されるのかな、どうだろう。デビュー、友達がいみちゃんのふにゅ当ててくれたので、帰って私もあいみちゃん地引きする、出ますように。ドキドキ。インスタとかモーメント、インスタとか、ね、毎週送るように段ボール買っとかなきゃ。へー、ありがとうね。ぽい、楽しみすぎる。そんなのもね、いや、あゆみはザラの服とかがめっちゃ好きで、いっぱいね、稼げるようになったら買いたいな。その服にもよるよね。ザラ店舗ごと買う。すごすぎるんだけど、ちょっと。セレブ。お洋服楽しいよね。やっぱさ、お洋服とかも大事だけどさ、そのアクセサリーとかバッグとか靴とか身の回りのものもさ大事じゃん。服だけってなったらあれだし、でメイクも大事じゃん、髪も大事じゃん。もうね、女の子って大変だね。絶対無理だよ。でもなんかプロデュースね、いろいろしてみたいな。
タラって毎週出るものが変わるから毎週送れるようができたね。キャーキャーだ、嬉しいよ。でもね、あゆみは今プレゼント解禁されてないけど今もすごい幸せなので、もうみんなこうやって、みんなとこうやってショールームでねお話できて幸せ。あゆみいきなりさ始めてるからさ、ギリラで申し訳ないよ。なのにこうやって予定を合わせてこうやって来てくれてる方には本当に感謝しかないよ。着れなさそうな服全部捨ててね。捨てないよ。どうにかして着る。無理やり。予定全部吹っ飛ばして配信来てます。大丈夫？どんな予定を吹っ飛ばしてるのかしら。ショールーム素敵なアプリ、ほんと素敵よ。あんま好きなキャラね、あんまないんですよね。マジ早くプレゼントくれるようになってほしい。そうやって言ってくれるのマジでありがとう。本当に感謝。お、なんかめっちゃボギーって言った。マルオくん。それあれだでしょ。あゆみんにちょっと喋り方がおかしい。 CD 叩いてたくさんサインありがとう。じゃこさんありがとう、ありがとうございます。やばい、八王子やっとついた。うんうん、かわいい。うんうん、やった、ありがとうね。何時間ぐらいかかった？あゆみの家服だらけにしよう。最高。あゆみね、一回着た服もう何回でも着るよ。もうもしボロボロ着込みすぎてボロボロになったらパジャマ欲しい。これが多いならば、あたしか無理なんだよ。あーた、そんな歌詞嫌すぎるね。あーたとか、君じゃなくてあーた。新宿から一歩、時間長すぎた。最寄り狙われる。されたら危ない。こんにちは。こんにちは。着た服着ない、すごいセレブすぎる。なんかね、すごいね、メイク道具とかもなんか例えばアイシャドウとかずっと減らなかったら買えないんだよね、新しいアイシャドウ。なんかそれが終わるまで、使い切るまで帰れまてんって感じ、帰まてんって感じ。帰まてん。
財産あげるか結婚しようプロポーズお久しぶり見てるし、久々来てくれてありがとう。僕は地方島で電車だと途中一本乗り換えでした。特定されちゃう、特定の脳11本乗り換え。待って、どこに住んでる。八王子遠いね、八王子。牛タン積んだし行くけ、来てくれてありがとう。いえいえ、ゆっくりしたかった。もっと練習していた。そう、これね。笑顔。早いね、寝るの。プレゼント的な仙台旅行券いいね。牛タン、牛タンいっぱい食べたいな。お肉の中でもお肉、焼肉行きたくなるじゃん。今月仕事持ちびなくて一回も仕事行く予定ないからニートする。ゆっくり休んでニートね。ニートになりたいね絶対牛タンご馳走します。待っててください待つね。でもね、仙台のね、台湾の時にね、ケータリングにイカフライがあってめっちゃ美味しかった。いっぱい食べた。マジで何個食べたかな、8個ぐらい食べちゃっためっちゃ美味しかった。イカフライ大好き。ではないんだけど、こういう長方形みたいな、イカ好き、美味しい。なんかこの前お友達と一緒に遊んだ時にマダイしゃぶしゃぶみたいな食べたんですよ。美味しい。魚ってなんであんな美味しいんだ。
味しいやつ、美味しい宮城、美味しい牡蠣食べたい。当たったら終わるけど、エビも好き、わかる。タイ本当に美味しすぎる、わかる。めっちゃ美味しい。ツアーで北海道、わちょっと海鮮たくさん食べさせて、本当に大好きすぎる。でもお肉も好きなんだよね。ちょっとお腹空いてるので、すごいワクワクして食べ物の話を話してる。お腹空くとそうなるよね。あ、ではでは、じゃあね、いきなりなんですけど、そろそろランキングを読みたいと思います。はじめまして、こんばんは、西の母です。頑張ってください。二児、子育てね、子供、お子さん可愛いですよね。じゃあランキング読みます。13位、 TM マン、プチ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 。12位、猫は猫で猫、プチ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 。11位、マロ、プチ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 。10位、どんぶりマンチョコ、プチプチプチ。9位、渡る、プチ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 。8位、ほのにゃん、プチ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 。7位、のすけ、6位アニャ、パチ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 。5位クマップ、パチ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 。4位あゆみの奇跡、セッキー、パチパチ。3位サエタン、パチ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 。2位あゆみにシュート、パチパチパチ。1位はトゥージョンハニカミナンコ、ありがとう。たくさんたくさんコメントと言うとありがとうございます。すいません、変な喋り方でちょっとドン引きだと思うんですけど、みんなとこうやって話せて楽しかった。楽しい時間ありがとう。明日はデビュー日なのでね、体調万全に備えたいと思います。ありがとう、大好き。なごちゃん、みちゃんが大チキ、大チキ。ね、交流ティンクスも、うん、よく食べてよく寝る、ありがとう。ありがとう。じゃあ最後にショールームとツイッターのフォローよろしくお願いします。じゃあね、バイオバイオ。Bye-bye.